青学専門塾は逆転合格に徹底的にこだわっています。どんな状態からでもマーチ以上の大学に合格することが可能なので、興味のある方は下記の概要欄からチェックしてみてください。それでは動画に行きましょう。明治大学情報コミュニケーション学部3年です。明治大学コピアというサークルに所属しています。自分大学生だなって実感したエピソードを一つ教えてください。高校生の時は毎日塾に行っていたので、アルバイトで月8000円ぐらいしか稼げなかったんですけど、大学生最初の夏休みで月15万稼げて大学生になったなと実感しました。ちなみにその稼がれた15万円は何に使いましたか？貯金しました。ではアルバイト何やられてるんですか？教育関係とタピオカ屋さんで働いています。大学生になって一番変わったなっていうのを教えてください。時間の使い方が変わったなと思います。授業とかバイトとか、サークルとか自由に時間を使えるので、そこが変わったなと思いました。いろいろと自分でタイムマネジメントやられたと思うんですが、その空いた時間、はい、何をやられるんですか？空いた時間っていう概念がちょっとよくわからないんですけど、すべてずっと空いた時間なので、毎日空いた時間みたいな感じで、その間に授業をどのぐらい入れるかとか、どのぐらい遊ぶか、どのぐらいバイトするかっていう感じ。大学生になって始められた趣味だとか好きなことがあったら教えてください。大学生になって始めた趣味は可愛いカフェ巡りです。今まで行かれたカフェの中で一番のおすすめは？リキュームという表参道にあるカフェです。大学に入って一番楽しかったエピソードを教えてください。アイドルコピーダンスサークルに所属しているんですが、そこで年に一度の単独公演というものをやって、500人以上のお客さんが見に来てくれた時が一番楽しかったです。たくさんのお客さんの前で踊られると思うんですが、その中でもどういった瞬間が一番嬉しかったり楽しかったな、思い出に残ってますか？もう踊ってる瞬間一瞬一瞬がすごく楽しくて、どの瞬間が一番とかは決められないぐらいです。大学生になって逆に大変だったなっていうエピソードがあったら教えてください。就職活動など自分の将来について真剣に考えなくてはいけないということが一番大変だなと思います。なぜ大変なんでしょうか？私は自分が将来何をやりたいかを決めずに大学に来てしまったため、自分で一から考えるというのがすごく大変でした。自分と向き合い、そして自分を知るためになんかやられていることとかありますか？たくさんの友達と話したり遊ぶというのと、あと授業とかを真面目に聞いて自分の知らないことがいっぱいあるなということを知ること、あとは就活でよくある自己分析などです。先輩として1年生向けてアドバイスを？とにかくたくさんの経験をしてほしいです。大学生にしかできないことって何だと思いますか？大学生にしかできないことは本当に毎日が夏休みという感じなので、自分でスケジュール管理をして自分の好きなように時間を使うというのは大学生にしかできないことかなと思います。 QOL を上げるためにやれていたこととかありますか？私はスケジュールを組むのが好きだったので、毎日1日の計画みたいなものを立てていたことです。高校生に戻りたいなっていう瞬間ありますか？高校生の頃は将来のことを何も考えず、ただ無心に勉強していたので、その頃の方が逆に楽だったんじゃないかなとは思います。受験勉強頑張っている受験生に向けて応援メッセージをお願いします。受験は辛いと思うんですけど、大学生になってもっと楽しいことが待っているので、今は頑張ってください。ノギファチャンネル登録よろしくお願いします。一緒にタピオカ飲みましょう。